子育てをするなら、まあ、自然が多い環境がいいなと思って、で北海道中いろいろ見て回って、で最終的に当別町に決めたっていう感じなんですよね。当別町に暮らす丹治和人さんは、妻の茜さん、長女の葵ちゃん、長男の健生くんの家族4人で自然の多い環境を求めて江別市から去年5月に移住してきました。他の賃貸住宅と明らかに違うところが、まあ、天然の床を木の床を使っているので、まあ、匂いがすごく木の匂いがして、で足触りっていうんですかねっていうのも、まあ、お風呂上がりとかすごく気持ちいいので。丹治さんが暮らすのは町営住宅ココット。教員向けの住宅を子育て世帯向けにリノベーション。68平米 3LDK の室内は動産木材をふんだんに使うことでぬくもりを感じさせる空間に変わりました。あっちのクローゼットが動くんですよね、でここで壁にすることもできるんですよ。さらに部屋の裏には家庭菜園も備えています。カエル。同じ賃貸住宅に住む子どもたちも同年代が多くいます。移住先を決めたきっかけには子どもたちへの教育もありました。田舎の方に行くと結構暗い古い学校があるってイメージがちょっと自分たちはネックなところだなと思ってたんですけど、まあ、当別町は去年完成してすごく中も綺麗だったので、こういった環境で子どもたちも明るく育ってくれるのかなっていうところで、そういうのはすごく魅力的な一つでした。丹治さんの家の隣に去年できたばかりの学校、当別学園。この学校はこれまでにない学校として注目を浴びていました。こちら当別学園の下駄箱に来ていますが、普通の学校であればこちら6年生で終わるんですが、なんとこちら7年生、8年生、そして9年生まであります。1年生から9年生まである当別学園とは一体どういったものなのでしょうか。従来であれば小学校、それから小学校を卒業してから中学校というふうな形で義務教育というものが行われるんですけれども、小学校と中学校を合わさった形での義務教育9年間を司るというような形での義務教育学校ということになります。作られている背景にもなんかメリットがあったりとかするんですかね。小学校から中学校へ、行く際への段差といいますか、一般的に中1ギャップというような呼ばれていて、例えば学習の仕方が変わるだとか、先生との関わり方も変わるだとか、そういったような生活の変化ですね、そういったようなものが義務教育学校になることによって非常に滑らかになるかなというふうに思います。中1ギャップとは、小学校から中学校へと環境が変わったことに馴染めずに不登校やいじめなどの問題が出てくること。授業ごとに先生が変わることや、定期テストのための予習復習、部活動の上下関係や新しい人間関係に馴染めないなどが当てはまります。当別学園では1年生から9年生までを一貫教育することで中1ギャップを解消できるとされています。実際に今年中学校1年生の年になった7年生に話を聞くと、なんかこう中学生になったみたいな実感とかってありますか。アナさんどうですか。いや、なんか特にないんですけど、なんか服装がなんか変わったなと思いました。教室も横にずれて、横にずれただけで先生も知った人が多いので、あんまり実感がないです。中学生になったことに対してギャップを感じることはないといいます。中1ギャップを感じることがない当別学園の取り組みは校舎の作り方からも現れていました。まずはすごいですね、これ3階まで吹き抜けになってるんですね。開放感のある作りになってるかなっていうふうに思います。当別学園では
1階は1年生、2階は2年生から4年生、3階は5年生から9年生と教室が分かれています。そこには9年間での教育の違いがあるといいます。成長の一つの区切りを1年生から4年生、はい、それから5年生、6年生、7年生、はい、それから8年生、9年生っていうふうに分けてますので、はい、これまでの義務教育では小学校の6年間と中学校の3年間で分けられていました。しかし当別学園では4年生までを基礎期、5年生から7年生までを充実期、8、9年生を発展期と分けて考えています。実際に6年生の授業風景に当別学園ならではの光景が広がっていました。 Please tell me your answers. チームソータ。はい、はい、お消しゴム、はい、マキ汗、はい。6年生に英語を教えているこちらの先生、実は普段は中学生を教えている先生なんです。当別学園では英語や理科、音楽などは5年生から中学校の先生が担当していました。5年生の時から中学校の先生に来て教えてもらうことによって、こう自然とこう後期課程に迎えるというか、うん、それを見ててとても感じますね。全校生徒およそ500人をまとめる生徒会、6歳から15歳までが共に一つの行動をとるのはこれまでとは違った難しさを感じているといいます。ものすごく大変です。何においても大変で、やっぱり特に去年とは違ってコロナもなくなったので集会が多くなってきたんで、その時は1年生から9年生が全員体育館に集まる形になるので、最初に整列させたりとか、それだけでも大変ですね。話す内容とかもたまに、私の場合だったらちっちゃい子とよく一緒に下校したりとかするんですけど、そういう時に出てくる話の内容とかも、みんなが知ってるのってやっぱりアンパンマンとかトーマスとかそういうものになるんで、なんか家帰ってなんとなくそういうの調べたりとかしたりとかもよくします。じゃあ2とじゃんけんで勝った人ね決めるの。いや、最初はグーじゃんけんほい。9年間を共にする当別学園では、低学年に対して先輩ではなく家族として接することを意識しているといいます。みんなから見たらお姉さんなんで、私妹が、2歳下の妹がいるんですけど、妹と一緒にいるような感覚でもあり、でも難しいっちゃ難しいんですけど、その本当に家族みたいな接し方ができるので楽しいです。こうした義務教育学校は道内では年々増えており、今では20校になっています。札幌から車でおよそ1時間の当別町で去年から始まった小中一貫教育の義務教育学校、設置された背景には人口減少という問題がありました。30代40代の女性がもっと減っていって、人口もですね1万人を切るんじゃないかという予想がされまして、それでは町としてですね存続できないと。少子高齢化が進む当別町では2045年にはピーク時の2万人の半分以下にまで人口が減少することが予想されています。当別町では義務教育学校があることが若い世代へのアピール材料になると考えていて、当別学園ができてから周辺の住宅街では新築の家が徐々に増え、子どもの出生数も年々上がってきています。今年あるいは来年ですね、今の勢いが続けばですね人口増に転ずるということもですね現実味を帯びてきたんじゃないかなというふうに思っております。9年間を共に暮らすことで町への思いも育むことができる、新たな学びの場がもたらす未来が注目されています。